はい、こんばんは、下平です。こんばんは、吉水ノアです。こんばんは、早川洋平です。この番組はポッドキャストと YouTube 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録と番組のフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、で今回はですね、前回、村上春樹さんの新作を取り上げた回がですね、非常に好評だったのですぐに続編を考えました。はい、村上龍って誰村上春樹って誰に続いて村上龍って誰、はい、と。そういうことです。ダブル村上です。でも今若い人にはさ、村上龍さんってあんまりファミリアな名前じゃないよね。カンブリア宮殿のイメージは、うん、あ、そうですね、うん、そうなんだよね、うん、最近やっぱちょっと小説があんまり出てなかったからね。ということでざっとおさらいです。はい、1952年生まれなので今71歳、うん、で何かとダブル村上と言われる春樹さんは実は49年だから龍さんより3つ上だったんだよね。うん、で生まれは長崎の佐世保。佐世保といえば何でしょう。佐世保といえばハンバーガージャパネット高田の高田社長。あ、それもあるんだけど佐世保といえばやっぱり個人的な思いが入っちゃう。もう圧倒的に、まあ、古くからの軍港で、そこですよね、基地です。米軍基地の町です。でそこのね、佐世保北高校っていうところに龍さん行ってて、で行ってる時にもうすでに片鱗が見えないバンドを作って8ミリ映画を撮って劇団やってアートをやっている、まあ、なんか空気がもう見えてきた。なるほどなるほど、そっちタイプの人なんだ。で両親は教師だと、うん、だからお堅い家の反逆児なの。なるほどなるほど。だからこれが龍さんの生まれながら反骨精神があるんだ。そう、反逆児。しかもそれはなんかハードな方じゃなくて、この後むさびに行くんだよ。なんかアーティスティックアートですよね。だからアートスクールでパンクになるかいるじゃん、イギリスのパンクって多いじゃん、うん、アートスクール出身のパンクアーティスト、うん、いますよね。これがなんかリュウさんの基本形だと思う。へー、あ、もう確かになんか感じるな、そういう、うん、で、72年にむさびに入ったんだけど、4年後の76年には限りなく透明に近いブルー。これタイトルね、ちなみにこれの最初のタイトルなんか知ってる？最初のタイトル、この前これはそれはちょっとやばすぎるから、うん、新しいタイトル考えてくれって言ってリュウさんが第2弾出したのがこれ。でもセンスいいよね、限りなく透明に近いブルー。いいね、最初のタイトルは、クリテルスにバターをでした。だから見て、マジですか。これがわかるでしょ。要は講談社にクリテルスにバターをで小説を応募する人なんです。それが村上龍です。反逆児ですね。反逆児っていうか、スレスレのところに行きたい人なのよ、ともかく。この後作品見ていけばわかるんですけど。スレスレっていうか、今ならもうアウトだよね、だから。うん、で、ちなみに、これ何を書いたかっていうと、ここからさ、2年間ぐらいさ、高校卒業してからブラブラしてたの。で、この2年間の間、そうだ、20歳だもんな、俺。そう、福生にいたんだよね。ああ。え、フッサってまたそこあれじゃないですか。フッサもまた基地の町。基地の町です。だから米軍基地の周りとかが好きだったんだね、いろんな文化が混ざる。あ、でそういうところでドラッグをやって乱交パーティーをしてグズグズに暮らす若者たちの生活を描いたわけ。うーん、ちなみに多分むさびに行ったってことは、うん、アート絵とか、まあ、そういうことやってらっしゃったと思うんですけど、うん、なんで小説家になったんでしょう。いや、それはアートに限界があったからじゃない。うーん、なんかじゃあ文描ける、そう、絵は描けなかったと思うんだよね、この人コンセプチュアルなものしか無理だろうから。でも面白いですね、春樹さんもね、アメリカの影響受けてるけど、うん、龍さんアメリカというか米軍というか、そう、アメリカでもちょっと意味が違います、ね、だから春樹さんは逆にちょっとアートっぽいじゃん、アメリカ文学の影響じゃん、ね、こっちはアメリカのハードな文化、軍の文化とかさ、ドラッグとかっていうきつい方の影響を受けてこっちに来るんだよね。面白いですね、うん、しかもこれいくつだっけな、26とか25とかだから、でも初めて出したものでこんなに作品賞みたいに取ってるんですね、うん、だから群像新人賞っていうのがこの頃さすごい看板だったの、うん、でこの後、そう、春樹さんが取って、うん、この二人が群像新人賞の代表になるんだけど、一番の難関だったのよ、群像新人賞が。そうなんだ、うん、だから僕も群像新人賞いいなとか思ってたの。へー、で一回評論部門出したことある。評論、うん、何書いたんですか。なんか文化がだんだんと下がっていくっていうようなネタを、下りエスカレーターを登るっていうタイトルだったの。あ、それをいくつで書いてるんですか。それもやっぱでも20歳の時、うん、あ、でちなみに、このですね、限りなく透明に近いブルー、現代覚えてるよね、これが群像新人賞を取った後芥川賞も取って、あっという間に130万部売れて、これが現在文庫本にもなって累計400万近くっていう。すげー、
400万、24か5で書いた本がさ、うん、400万部入れたら、うん、そりゃちょっといかれるよね。いかれますよね。ちなみに400万部入った購入されたら印税どのぐらい入るんですか。皆さんまた計算してくれますよ。単行本の値段が分かんないんだよね。あ、そっか、だから単行本で400、あ、両方合わせてこの頃の値段だから多分前回のさ、ね、あれ覚えてる、風の歌を聴け、うん、風の歌を聴けはあの頃690円だったの。そっか、僕これの単行本持ってないんだけど多分600円ぐらいなのよ、薄いから、はいはい、となると単行本ってその値段なんだ。 10% でしたっけ、うん、10% 2億ぐらいじゃないかな。すごい、いきなりね、うん、そんなお金を持っちゃってどうなっちゃってたんですか。もう単純です。その後のことになりますが、ね、のすテニスやって F1 見に行って海外サッカー見に行く、あ、そうプチブルジョアになっていきます。それは後でまた面白そう。そこも、あ、そう、そうですね、その辺もちょっと語りたいな、後で、うん、ね、だから、そうだね、だからそうか、海外には出てるんですね、うん、ただ春樹さんと出方が違うっていう、ね、違う、なるほどなるほど、いろいろありますが、じゃあ後ほどということで、じゃあここで、ご質問お便りお願いします。はい、まずお便りからです、はい、30代の男性からいただきました、結婚特集の回が面白く初めてメールします。私は結婚して5年半ほど経ったところで、息子が2人います。独身の頃は結婚願望がとても強く、職場で結婚している先輩は皆さん仕事のできる人たちばかりだったので、早く自分も結婚して家族の大黒柱になりたい、そうすれば仕事に向かうモチベーションも高まるはずと思っていました。ところがいざ結婚してみると、それ自体が一つの目標になっていたせいか、自分にとっての次の人生の目標を見失ってしまい、どこか空虚な気持ちになってしまいました。ちょうどその頃小説の面白さにはまり、書くことも興味が出てきたので、作家を目指すというのを次の人生の目標に設定するようになりました。それからというものを、仕事も頑張らないといけないし、小説の勉強もしたいし、毎日育児や家事を手伝っていたら自分の時間が足りなすぎる、これじゃあいつまで経っても自己実現できないと日々焦燥感を抱くようになってしまい、可愛い子供ができて、今が一番楽しいはずの結婚生活がどこか辛いものになってしまいました。今回おとらじの皆さんが話す結婚のメリット、いつも話し相手がいること、共通の趣味を見つけること、楽しいこと、一緒に食事をすると美味しいことなどを聞いて、あ、確かに結婚って本来そういうものだのよなと痛感しました。別に誰から頼まれて作家を目指しているわけでもないし、収入も今の仕事だけで十分食べていけるので、もっと今を全力で楽しむこと、せっかく一緒になった家族を幸せにすることに目を向けないといけないなと感じました。もともとどこか遠い将来に自己実現の目標を常に置いて、そこに向かって時間を犠牲に努力していくという価値観を大切にしていましたが、遠い将来の一日も今現在の一日も長い人生においては同じ重さなのだから、後で振り返った時に、あの時もっと家族と向き合って楽しく過ごせばよかったと思わないように、もっと心にゆとりを持って今の大切な幸せな時間を大切にしようと気づかされました。あんまりさ、タイムリミットを決めて頑張らない方がいいよね、うん、特に創作みたいなものってどこで伸びるか分かんないから、ゆとりのある時にちょっとずつ書くぐらいの気持ちでいいんじゃないかな。システマチックできないですね。少し頑張りすぎると本当に辛くなるから、うんうん、要するに基準がないしね、うん、成功の基準とか分からないし、時間がうんとかかるものなので、うん、でも考えてみて、ピアニストってみんなの前でピアノ弾いて素晴らしい技術を披露するじゃん。あれってどう考えてもさ、みんな3歳から4歳ぐらいから20年30年やって出てきてるんだよね。だから小説家もなりたいなって言ってちょっと書いてすぐうまくいくリュウさんみたいなパターンは本当にないんです。なので、まあ、5年とか10年とかかけるつもりでのんびり行こうよ。で家族もその間家族生活を楽しめばいいしね、うん、って思うけどね。でもそうじゃん、ね、ダンス、バレエのダンサー確かに20年はやってるよね、うん、そう、小説、うん、作曲家だって芸大ってみんな勉強してるし、みんな前段階で10年から20年のリードタイムがあるっていうのをちょっと覚えておいた方がいいよね、うん、本当そうですね、うん、なんかシステマチックにできればいいですけど、めったにないですよ ね、うん、そういうね、いや、クリエイティブなものってシステマチックにならないからさ、できないですよね。そのエクセルとかフォトショップと違うんで、うん、簡単じゃないんですよ。チャット GPT じゃないですからね。ああ、チャット GPT ね。あとで村上龍さんのタイトル出してもらおう。出してもらおう。それ有料版出て違うから。これ無料じゃんみたいな質問。はい、質問、イラさんは以前月1二分動運動？あ、二分運動。ね、月1二分運動でいいんですか？それはどういう活動だったんですか、皆さん。いや、これ2分の分はですね、文庫のことです。あ、月に1回2冊文庫を町の本屋さんで買おうねっていうこと。そういうことか。それですね。で、イラさんとしては、日本または世界で皆さんがどれぐらい書籍や漫画などにお金を使えば出版業はプラスになると考えていますか。これはね、実は
僕たちのさ大人自体が読んでる人はもう十分に使ってるから今のままでいいのうん、うん、でもそういう人って数がすっごく少ないんで、うん、普通の人はもう本って買わなくなったんだよね、うんうんうん、電車見れば明らかですよね、うん、なのでな、ね、本当に普通の人が、月に2冊買えばもうものすごい儲かると思う出版業は。でも月に2冊なんて本買ってないよみんな、うん、だから本当に月1、2分で、うん、まあ1億人のうちね寝たきりの人とか乳幼児とかを除いてまあ1億人近い人が月に2冊文庫買えば2億部だからね、うん、文庫2億部なんて出ないからさ毎月、うんうん、そしたら年間24億部でしょ、うん、これ単純にちょっと計算してみてください。1冊600円として24億部がいくらになるか。24億円の60倍です。24億円の60倍って240億円の6倍だから1280、うん、1兆2800億。はい、もう出版の総売上を今突き抜けました。今出版8000億ぐらいだから。だから1月12分ですね。そうなのでみんながそれをやればいいんだけど、そんなにでもはっきり言って正直さ字は読めるけど長い文章は読めませんみたいな頭の人もたくさんいるのよ。うん、だからそういう人にはしょうがないなって思うんで、まあ普通の人は自分なりに、うん、まあ月に2冊文庫本通ってくれればもう十分ですよって感じ。うん、なるほどですね。好きな人はもちろん趣味だから使えばいいじゃん、うん、勝手に、うん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 、でもそう思うとやっぱ出版業者が出してるそのビジネス書とか自己啓発本ってめちゃくちゃ売れるっていうじゃないですか、やっぱ文庫より。でも実際には全然売れてない。え、そうなんですか。なんか瞬間とかはねあれかもしれない、うん、瞬間的に当たっているものが何冊かばらけて出てるんだけど、うん、トータルで見るとほとんどの自己啓発本っていうのはもうはるかに赤字。でもああいう系買う人って常にこう、うん、いろんな情報を入れたがるから買い続けるじゃないですか。そうだね。なんかお客さんとしては、ね、うん、リピーターさんとしてはいいですよね。だからああいう特殊な出版社についてるリピーターはいっぱいいるのよ。うん、BL の漫画とか小説は全て買うばかりなのかいるし、その自己啓発本もあるし、うん、ハーレクインロマンスが出るたびに全巻買ってる人もいるの。あ、なのでそういうマニアが支えてくれてるっていうのはあるよね。でもなんかどっかの国に、ね、よく飯田さん言うように、まあ、本もそうですけど文化にフランスとかでしたっけ、うん、すごい国が予算をかけて振ってましたけど、うんうん、まあ、日本はそれがあんま期待できないけど、はい、でも本とかになんか税金かかったら嫌ですね、そのさらに。そうだね、正直言って俺らが負担して。日本の文化庁の予算ってさ年間1000億円ぐらいなのね、うん、これはね、まあ、海外に比べるとめちゃ安ですよ。うん、フランスなんかはもう自国で撮っている映画の制作費の3分の1ぐらい国が持ってるから。そうなんだ、うん、でも結構割と私の周りでなんかそのクーンとそういう映画撮ろうとか、うん、何か番組作ろうってなった時、うん、文化庁のそのシステムをなんか使ってる人結構いますね。そうだからそれはその1000億の中からちょこっとずつもらうわけ、うん、100万とか。あ、そうそう、最大で、ね、そう300万ぐらいだから。もう最大で300万でしょ、うん、もう本当に10億円の映画撮るんで3億円くださいみたいなことがもうヨーロッパでは普通にできるわけ。あ、なるほど、予算が少ない、うん、日本はその100分の1だよね、要は300万だから。なるほどですね、うん、切ないね。ない、だから本当ちょっと文化庁頑張ってほしいな。ちなみに文化庁は今度京都に移る。あ、そうですよ ね、 そうですよね。だから東京でずっといた文化庁の人たちさ、いきなり京都はかなり厳しいよね確かに単純にそうですね、うん、そっか。でも京都いいな、うんうんうん、京都の文化庁って見てみたいけどな。全部何でも東京よりそういうの、まあ、一つの、ね、布石としては面白いかもしれないですね、はい、ありがとうございます、はい、さあということでこの後本編は、村上龍って誰ということでですね、うん、いよいよ、迫っていきたいと思いますが、続き4通りご視聴法があります、YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、 Apple サブスクリプション、そして audiobook.jp いずれかの方法でご視聴いただけますので詳しくは概要欄をご覧ください、はい、それでは本編で、はい。